皆さんこんにちは、倹約 DIY です。最近ですね、いろいろ作ってるんですけど、結構失敗続きでちょっと制作物がないので、今日もちょっとお話をしていこうと思います。結構いろんなものを作ってるんですけど、正直な話だいたい8割ぐらいは失敗してるんで、いや最近ガラクタばっかり作っちゃって、まあ自分の設計が悪い場合がほとんどなんですけれども、だいたいこういう失敗が続くとですね、 YouTube に上げるものがなくなって困ってしまうっていうことになります。今の失敗の原因というわけではないんですけれども、今回お話しする内容は 3D プリンターで作ったものっていうのは、 3D 形状を作った時のモデルの寸法通りには絶対にならないというお話です。もちろん物を作る時には誤差っていうものがあるので、その狙った寸法をぴったりにできないというのは当たり前なんですけれども、 3D プリンターの場合、その寸法の誤差っていうのに法則性がありますので、そのあたりについてお話ししていきたいと思います。まずは寸法には大きく3種類あると思います。一つはですね、外形寸法ですね。こう外側の寸法です。例えばこれだったら、この外形ですね、こういう四角いものだったらここの幅になります。もう一つは内径寸法ですね。これだったらこの内側の幅です。内径、まあ四角いものだったらここの内側の幅ですね。内径寸法。最後は高さです。この積層方向に対する縦の方向の寸法。大きく分けるとこの3種類になると思います。この3種類それぞれ法則性がありますので、それぞれお話ししていきたいと思います。まず理由は後からご説明したいと思うんですけど、結論から先に言いますと、外径はちょっきりかちょっと大きめにできます。次に内径なんですけども、内径はちょっきりかちょっとマイナス気味にできます。最後に高さなんですけど、これも明確にマイナスになります。ただしこれはあくまで僕個人の環境であって、調整等によって変わる可能性があります。 3D プリンターのデータを作るスライサーソフトの設定やベッドの調整などによって若干変わってくるとは思いますけど、基本的にはこういう傾向にはなるとは思います。まずですね、外径がちょっきりかちょっと大きくなるというお話なんですけど、その理由について僕なりに考察した結果がこちらです。このように円柱状のものを印刷する場合に、円の周りをプリンターが印刷していくと思うんですけど、円周なので当然開始点と終了点っていうのが必ずあります。その部分っていうのはプリンターのノズルが一瞬止まることになりますので、余分にフィラメントが出ることになりますので、この部分がどうしても少しだけ太くなります。積層していくと、こちらはスライサーソフトの設定でもちょっと変えれるんですけど、普通にスライスしていくと、この開始点と終了点っていうのは、こう積み重ねていっても常に同じ場所にあります。なのでこのように線上に他の円周部よりも太い部分ができます。まずこれが外径部が太くなる第一の理由です。もう一つ外径部が太くなる要因がありまして、それがこちらのエレファントフットという現象です。象の足っていうのは、もうこの形状が象の足みたいになるからだと思うんですけど、一層目っていうのは、このベッドにくっつけなければいけないので、かなりベッドに押し付けながら印刷します。そうするとフィラメントが外側に押しやられて、このように径が太くなります。径が太くなるということは、外径が大きくなるということです。一層目だけって言われてる場合も多いんですけど、ルーペで観察すればすぐわかるんですけど、一層目だけではなくて、三層目ぐらいまでは確実に広がっています。これはおそらくなんですけど、僕の設定の場合、ベッドは60度にしてありますので、こう積層した後もフィラメントが柔らかくなってわずかに外側に広がるせいじゃないかなと思っています。ちょっと確信は持てないんで申し訳ないんですけども、僕の設定では3層目ぐらいまでは確実に広がっています。次にですね、内径側が小さくなるというお話なんですけど、先ほどのお話と実は一緒で、内径側も同じようにノズルの開始点と終了点が若干大きくなるので、内径にしてみれば若干小さくなることになります。エレファントフットも同じです。内径側はエレファントフットを起こすと内径は小さくなります。この2つの理由で内径側は小さくなると考えています。最後は高さ方向が小さくなるという話なんですけど、これはエレファントフットで説明ができると思います。ベッドから剥がれないようにするために、1層目はベッドに強く押し付けて印刷するんですけど、正規の設定では
例えば 0.2 ミリにしていても 0.2 ミリではなくて 0.1 ミリとか 0.05 ミリぐらいまでベッドに近づけて印刷すると思います。そうすると本来は 0.2 ミリのところが実際は 0.05 だったり 0.1 ミリでできることになります。この分の厚みの差が最後全体の厚みの差、そのマイナスにつながっていると思います。今までのお話で実際に作った寸法がモデルの寸法と違ってしまう原因をお話ししました。対策なんですけども、まず最初にお話ししたノズルの開始点と終了点がどうしても大きくなってしまう問題なんですけど、これはスライサーソフトの設定で、この開始点と終了点を層ごとにバラバラの位置で行うっていう設定があります。それを行うとこういうふうに直線状になるんじゃなくて円周上でバラバラの位置になるので寸法は良くなるとは思うんですけど、ただ見た目は結構悪くなってしまいます。こういろんな位置にこの点が現れることになるので、あんまり見た目は良くないんで僕は使っていません。次にですね、エレファントフット対策なんですけども、こちらもいろいろ対策としては考えられます。一つはですね、ベッドの温度を下げることですね。もう一つはZ 軸の調整をして最初にベッドに押し付ける量を減らすことです。もう一つはフィラメントの温度を下げることですね。もう一つ、スライサーソフトの設定で1層目だけ小さめに印刷するっていう機能があります。それでエレファントフットを起こす分を見越して小さめに印刷することができます。ただ全ての対策に共通することなんですけど、ベッドから剥がれやすくなるのは間違いないです。ですので僕の場合はいずれの対策も取っていません。じゃあどうするのかというお話なんですけど、僕の場合は初めからエレファントフットなどを見越してあらかじめモデルの寸法の方を変えてしまいます。例えば幅 30mm だとしますと 29.6mm から 29.8mm ぐらいで作ります。エレファントフットはだいたいコンマ2ぐらい大きくなったり小さくなったりするイメージですので、だいたいコンマ2ぐらい、多くてコンマ4ぐらい取っておけば問題ありません。円柱をこう穴に通すっていうのはよくあることなんですけど、ガバガバにならずちょうどいいサイズにするためには僕の設定ではだいたいコンマ4取ります。具体的には例えばこれだったらここ20ミリなんですけど、穴もしくは円柱をコンマ4大きくもしくは小さく作ります。僕の場合はだいたい穴をコンマ4広げて作ります。円柱は20ミリで作っていいと思うんですけど、こっちの穴の方を 20.4 で作ります。そうするとだいたい傷すぎず緩すぎずでできます。どうしてもエレファントフットとかがひどい時がありまして、極端に言うとバリみたいになっちゃう時もあるんで、そういう時のためにこういう鉄鋼ヤスリを使いまして、ひどい時はヤスリで軽く擦ってバリみたいなのを落とします。それでほとんど問題ないことが多いです。以上ですね。 3D プリンターで作ったものっていうのはモデルの寸法と同じには絶対にならないという話をしました。ただその原因をしっかり理解して対策しておけばそんなに大きな問題にはならないと思います。動きの精度自体はすごくいいと思います。プラマイ 0.05 ぐらいの精度はあるんじゃないかなと思います。精度が維持できない部分をしっかり理解して使いこなすことが大事だと思います。